ロシアのウクライナ侵攻から1ヶ月が経過しましたが、依然として収束の兆しが見えない状況の中、ウクライナの複数の地域にはまだまだ避難が必要な動物たちがたくさん取り残されています。現在は国境を越えて動物を救助、移動させることがより一層困難になっていると伝えられていますが、海外から応援も駆けつけているのです。ウクライナで救助の必要な動物たちの国境越えを手伝っているイギリスの退役軍人とその仲間は、動物園に取り残されていたライオンとオオカミを借りてきたミニバンで 2000km 先にあるルーマニアの動物園に移動させることに成功しました。現在ウクライナで避難が必要な動物たちの救助に奔走しているイギリスの退役軍人ティム・ロックスさんと仲間2人は、動物園に取り残されていたライオンとオオカミを救出するべく行動をしました。イラク戦争経験者のティムさんは、ウクライナ西部リビウで出会った人物からライオンとオオカミの窮状を聞いたといいます。そしてこれこそが自分の使命であると救助に意欲を燃やしました。チームの3人はウクライナの南東にあるザポリージャ州の動物園に向かいました。そこはロシア軍との最前線から20キロしか離れていない危険な場所です。閉鎖された動物園にはライオンのシンバとオオカミのアケラが残されたままになっていたのです。この2匹を救うため3人は4日にわたり任務を遂行しました。動物を安全な場所へ避難させるためにミニバスを使用することにした3人は、ケージの寸法を測り、どのようにしてミニバスに積み込むか計画を練り、その後24時間かけて交代でハンドルを握りながらウクライナの様々な検問所を通過し、ようやく動物園に到着しました。3人は地元の人々の助けを借りて、クレーンと掘削機を使用し、シンバとアケラをミニバスへ乗せました。作業を手伝ってくれた人々は英語が話せず、私たちもウクライナ語ができなかったので、通訳を介してその作業に3時間を費やしましたとティムさんは話しています。獣医が2匹の健康状態をチェックし、鎮静させてケージに入れ、シンバとアケラが快適でストレスのない旅を目指しました。 2000km の距離を移動中、空襲警報が鳴り響き、夜間外出禁止令が出るまで35分しかない中、移動を急ぎました。チェックポイントでは警備員にバスに何を乗せているのか聞かれ、ライオンとオオカミだと申告すると、戦争中だぞ、冗談を言っている時間はないんだと言われたとか。そこでティムさんたちは証明するため後部ドアを開けてライオンを見せたところ、驚かれたそうですが、無事通過することができたそうです。ティムさんたちはルーマニアとの国境を越えると、北東部ラダウツィの動物園に動物を運ぶ前に獣医に会い、事務処理などの手続きをしなければなりませんでした。2時間かけて手続きを済ませると、地元警察の協力を得て3つの地域をノンストップで走行しました。そしてついにラダウツィの動物園に到着しました。この動物園はクマとライオンがいる小さな動物園で、20人のルーマニア人の助けを借りてシンバとアケラをミニバスから降ろし、囲いへ移すことに成功しました。とても大変でしたが、動物たちを無事輸送できてよかったです。このように話すティムさんたちは、再び 2000km の距離を運転してウクライナへと戻りました。現在も救助の必要な動物たちの国境越えに奔走しているそうです。ティムさんは Facebook で救出の様子や援助の状況などをシェアしていて、多くの人たちがティムさんたちの活動に称賛の声を寄せています。危険な状況の中、ティムさんたちの勇敢な活動に心打たれます。しかし無事に国境を越え避難できたシンバとアケラにとっても、住み慣れた場所を離れ新たな場所での暮らしをスタートできることは良かったのですが、長い距離の移動もあり、大変なストレスも抱えているのだと思います。2匹はもちろんですが、まだウクライナ国内から避難できていない動物たちも、人間の争いに屈することなく平穏な暮らしを送れることを切に願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。